タバコのメリットの話。タバコのメリットの話。私がタバコをやめたのも何年も、十何年も前ですかね、もっと前ですかね。もうそれ以来一切捨てないんですけど、最近タバコのメリットをね、考えることが多くて、タバコのデメリットはね、それはもう挙げればキリがないですよ。だけど、タバコが美味しいとかね、嗜好品であること以外にメリットないのかな、みたいな感じで思っていて、多分これじゃないかなと思うのはですね、例えば、南米とかね、あんま治安が良くない都市とかにね、まあ旅行に行って、海外旅行行った時に、なんか捕まりますよね、マフィアとかにね。で、捕まって身代金要求されたりとか、ありますよね。で、捕まるわけね。で、ちょっと監禁されてて。で、ご飯ぐらいは、まあ、出してくれと。で、ご飯出してくれて、で、交渉が始まってね。で、交渉もさ、難航するわけ。何千万とか請求されちゃうから。身代金で。そんな、すぐ払ってくれないからね。で、払うにしてもですね、その、確実に人質が帰ってこないと、払えないですよ。ただね、取られちゃうからね。すごい時間かかるし、交渉も難航すると。まずね、存在を証明しろと、生存を証明しろとか、で引き渡しの時に同時じゃなきゃダメだとかね、どっちが先だとかね、じゃあもういいよみたいな感じで、いやちょっと待てみたいなね。だから身代金要求とか、まあ要するに誘拐とかされちゃうと、ね、すごい時間かかって監禁されちゃうわけね。だけどご飯は食べさせてくれるし、死なないようにはしてくれると。うん、死んだらね、人質の価値なくなっちゃうから。それで海外だし、言葉もちょっと英語ができるぐらいだから分かんないし。でね、そういったマフィアっていうのはタバコをね、吸ってるもんだと。プカプカプカ吸ってるわけね。ストレスがかかるから。で、私はタバコ吸わないですよね。で、お前なんか吸わないのかみたいな感じで、片言のね、英語かなんか言ってきて、いや吸わないんだよ、吸わないんだよって、もう何年も前にやめたんだよみたいな感じ。一本どうだっつって、いや、すいません、すまないよ、つって。で、かたくなに拒否するわけね。もう禁煙してるから、みたいな。それで、いよいよですね、もう交渉決裂して、で、お前はもう明日処刑だ、みたいなこと言われますよね。で、処刑する前にちょっとなんかいいもの食べさせてくれとかね、あると思うね。なんか食べたいもんないか、みたいな。で、なんか食べたいっつって。で、他になんか飲みたいもんとかね、ないかしたら。最後にタバコを一本吸わしてくれって。ただ、マフィアが驚くわけね。え、みたいな。お前、禁煙したって言ったじゃないか、つって。いや、だけど、明日死ぬんだったら、タバコぐらい一本ぐらいくれよ、みたいな感じで。で、ちょっとマフィア嬉しいですよね。マフィア的にとって、マフィアのね。なんか、お前、なんか、話のわかるやつだな、みたいな。やっぱタバコだよな、みたいな。一本吸ってね、うまそうに吸って。昔吸ってたからね、吸い慣れてるから。ちょっとこう、吸って、ありがとう、吸って。これで明日死ねるよ、みたいな。で、マフィアがね、もう一本どうだ、みたいな感じで。コーヒーもあるぞ、みたいな感じで。進めてくれて。いや、悪いな、吸ってて。で、話が弾んで、まあ、片言の英語だけどね、タバコを返して、こう、敵味方同士でね、こう、話が弾むわけ。で、ちょっと苦労話とかしたりして。で、タバコを吸った時のことを思い出して、こう、話したりして。で、マフィアがね、そうか、お前大変だな、みたいな感じで。で、まあ、家族がいるのか、みたいな感じで。で、なんだったら逃がしてやろうか、みたいな感じで。だからいいのか、みたいな感じで。俺を逃がすと、なんか警察とか行くぞ、みたいな感じで。いや、お前は信用できれば大丈夫だ、みたいな感じで。で、じゃあ俺もタバコをもらったね、恩があるから、警察言わないよ、みたいな感じで。居場所とか、ね、言わないよ、みたいな。で、逃がしてもらうって、そういうメリットがあるのかなと思いますね。